秋篠宮家の学校選び、シャープ32、宮内庁幹部は口先介入すればなんとかなると思っているのではないかと呆れるのは同調 OB。悠仁さまの誕生日の6日に吉田直政公主職大夫、紀子様の誕生日の11日に西村康彦宮内庁長官がそれぞれコメント。西村長官は先の吉田大夫の言葉をなぞるように。 悠仁さまの進学先に関するネット情報を根拠のない報道と決めつけた。写真、眞子さまいとめた小室圭さんも、海の王子、歴代42人の出世度は、2017年、西村長官、吉田大夫いずれも警視総監を務めた超ド級の警察官僚。ここに来て、秋篠宮家がいかにバッシングを受けているかという印象付けを図り出したと、皇室記者。 一方、前室の宮内庁 OB は、下地者々が皇室にものを言うなどけしからんといった態度が見え隠れすると指摘する。西村氏が宮内庁長官に就任したのは2019年12月。警察官僚がこのポストに起用されるのは約24年ぶりだった。民間人に対する強さを見せたのは、秋篠宮家長女、眞子さんの婚約内定者だった小室圭氏に言及したときである。 母親の金銭トラブルについて説明責任を果たすべきと述べたのだ。小室さんに対するバッシングが高まっていて、世間の感情とマッチしていたこともあり、それほど批判は出なかったものの、町内には首をかしげる者も,も少なくなかった。秋篠宮家には問いとつ意見ができないのに、民間人には高圧的に望むのはいかがなものかとの声が出た、道長 OB。 西村長官の言葉に促されるように小室氏は金銭トラブルに関し4万字に及ぶ文書を公表西村長官は非常に丁寧に説明されていると評価した自分の正当性だけを主張している小室文書に好感を持った人は少なくマイナスの方が大きかった一点小室氏への擁護に回った西村長官の世間の感覚とのズレだけが際立った皇室記者 全く情報を出さない宮内庁今回、西村長官や吉田大夫が悠仁さまの大学受験をめぐるネット情報に対しバッシングだと批判を強めていることにその原因を無視していると疑問を投げかけるのは学習塾経営者。世間、特に悠仁さまと同世代の受験生や保護者が持つ不信感を払拭するための情報を宮内庁が全く出していないことが問題だと話す。 不審の背景として最も大きいのは筑波大附属高校への入学にあるという。この屈指の人気進学校に悠仁さまのために設けられたと言われる一時的な制度を使い合格した。その道筋が不透明で、不公平感を訴える受験生や親が続出。悠仁さまが3年の2学期になった今もその話が持ち出される。東大や筑波大への推薦合格を目指されているのなら、 この時のいについての時いきつにて説明は不可欠。再びプロセスが疑われることになりかねない、疑問をクリアにする責任は宮内庁にあるが、これまで踏み込んだ説明は一度もしてこなかった。その一方で、非難する声をバッシングと決めつけるのでは役割を果たしているとは言えない。政府や日銀がいくら口先介入しても止められなかった円安。 ようやく反転したのは日銀が利上げの実力行使に出てからだ。悠仁さまの進学に関しても具体的な説明が必要だろう。田中育太郎、ジャーナリスト。